もし雷の剣について天領奉行の力を借りることができなければ非常に危険。これは何も我々の本心じゃない。ただいそうですよ。だからこそ話し合いが必要。おーい、トーマ、何かあったのか。これまでの三奉行だけの近頃、将軍様が西洋を告げられ誰にも会わないようにしているんだ。つまり将軍様に心の整理をする時間が必要なのはもちろん理解している。だけど時期を同じくして稲妻大会で雷が荒れ狂い始めたのも事実なんだ。変化だ。そこは安心。それにリーユの国だ。よもや休憩時に神社の気品を迎えるとはな。わらわに会いに来てくれたのか。口は達者じゃが目は嘘をつくのが苦手なようじゃ。言ってみるがいい。何を聞きたいのじゃ。